湯の山温泉は、三重県三重郡小物町にある温泉である。五在所岳の山麓の東側に位置する。自然豊かであり、四季折々の景観に富んだ温泉である。観楽外化しておらず、ファミリーの行楽向けから、鈴鹿山脈のレクリエーションやレジャーの拠点となっている。毎年10月初旬に、総兵祭りが行われる。 また恋愛成就の寺で知られる御嶽寺もある。五在所岳から見下ろす湯の山温泉街、左側に彩り紅葉アクアイグニス、三重県北部の最高峰五在所岳の登録に位置し、三滝川下半の渓谷に20軒ほどのホテル、旅館がひしめき合う。山の斜面に建てられているため、規模は小さく感じるが、 設備は整った大型宿泊施設が多く、収容人数は多い。一帯は鈴鹿国定公園に指定されており、名古屋、大阪といった大都市圏とのアクセスに優れながらも豊かな自然に恵まれている。ゆえにレクリエーション、レジャー、スポーツの拠点として発展。同温泉地の位置づけも手軽な行楽向け温泉地となっており、 日帰り入浴が可能な旅館が多い。なお、温泉地からは御在所だけに登る、御在所、ロープウェイが運行しており、夏場は、秘書地としても賑わいを見せる。道泉里を代表する旅館の一つである、グランドホテル、紅葉紅葉には、昭和天皇、皇淳皇后が宿泊したことがある。また、文豪、志賀直哉は、湯の山温泉に滞在し、短編。 小物を執筆している。また、2012年秋には、湯の山温泉郊外に、温泉施設の他に、宿泊棟、奥田正幸による、イタリアンレストラン、辻口博信による、洋菓子店などが揃ったリゾート施設、アクアイグニスがオープンした。養老2年に発見されたことで、傷ついた鹿が癒していたことから鹿の湯とも言われていた。元禄時代に、灰泉を復興して、 杉屋をはじめ八県の当時宿があった。宝永2年、その中心地に、天台宗の御嶽寺が創建され、大,大石、青い滝三本杉などの名所も整えられ、古くから、東海や近畿の奥座敷として発展してきた歴史を持つ。西南戦争の後、戦勝病者の療養所の指定を受け、杉屋、立花屋、御宅寺が、臨時の宿泊所になり、 負傷した将兵を受け入れたことから、治療を終えた将兵らが故郷へ帰り、温泉と、勝つ家を称賛したため、それが宣伝されて来遊者が増加した。しかし、決して輸量は多くなく、過去に4度の枯渇があった。また、明治時代には、打温泉との競合に敗れ、わずか1軒しか残らなかった時代もある。後に、アクセスの良さに目をつけた四日市鉄道が鉄道を、 不設奥座敷としての地位を復活させ、次第に旅館も増加していった。その後、自然と一体化した近郊の保養温泉を標榜、観楽職は出さないまま今日に至る。参考湯の山温泉停留所ご在所、ロープウェイ湯の山温泉駅、観光地点等分類ごとの入り込み客数、三重県雇用経済部観光、国際局観光政策課、 2015年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月25日閲覧。ABCD 受定と、滋賀直屋小物町役場館、広報小物歴史小話第283回、平成13年発掘街道の文学、第3巻、清水正明、伊勢新聞社、2006。ありがとうございます。